はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はストライプをちょっとアレンジしたデザインになります。ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、じゃあまずこちら 48MS このカラーを使います。これはマットシアーなので、マットとシアーの間の色ですね。透けてないんだけど、なんか透けてるようなって感じ。はい、で筆はリッカジェル使っていきます。これは、全体に一度塗りしてもらえれば OK です。透けるね、透けるよ。でもクリアカラーとはまた違う感じですね。シアー、マットシアーなのでシアーほど透けないけどマットではないって感じの色。リッカジェルのこういうシアー系のカラー、シアー系とかクリア系とか、そういうカラーってあんまりムラになりづらいので、こうスススーッと塗ってもらえればハケの跡も残らずムラなく綺麗に塗れます。はい、じゃあこれで一回硬化します。はい、続いてはこの3色、これは 41MS、ちょっとなんかオレンジコーラルピンクっぽい感じかな。でこれはなんかいちごミルクみたいなカラーで、これは赤のマットシアーですね。この3色を使います。今度筆はアート用の筆に変えていきます。じゃあまずいちごミルクみたいなカラー、これを使います。これでまずはこのぐらいの太さの線をまっすぐ入れていきます。まず1本で、ここの際のところにも入れます。あとはこっち側に細い線で入れていきます。はい、こんな感じですね。はい、ではこのまま硬化せずに次の色を使っていきます。今度はねコーラルピンクみたいなオレンジ味のあるカラーです。それはまずじゃあここの際のところにのせます。なんかこの時点でも、あー見て触っちゃった。こういうことがあるんですね、固めずにやると。こういうことがあるので心配だなという方は、こう1色ずつね、今ピンク引いたら1回固めるっていう感じでやっててください。でも私はこんな感じで一気に描きたいのでこのまま描いちゃいます。で今ね触っちゃったとこは拭き取って描き直しました、途中から。で同じこの色で、これもねなるべく細めになるように線を引いていきます。でちなみに今この使ってるカラーマットシアーなので、ちょっとテクスチャー緩めです。なのであんまりこう何たくさん筆にとって圧かけすぎると太くなるのでお気をつけください。はい、こんな感じです。ちょっとかな、はいはい、こんな感じ。じゃあこれで一旦固めます。はい、じゃあ今2色のストライプしたので、最後はこの赤で
で、なんで今赤別でやったかっていうと、このいちごミルクみたいなカラーのすぐ隣に赤を引きたかったので、硬化シートにやるとね、色同士が混ざっちゃうかもしれないので一回硬化しました。はい、こうですね。で、あとね、これ今ここ書いてるここの線カーブしてる、真横から見るとこうやってカーブしてるんですけど、これはわざとこうやってて、こうやって正面から見た時にまっすぐになるように、ここわざとちょっとカーブをつけて描いてます。爪はねカーブしてるので、私は正面から見た時にこう正しい形というかなってほしい形にしたいので、上から見て確認してやっていきます。今使ってるこの赤もマットシアなので、薄く塗ればちょっと透け感のあるカラーになります。はい、こんな感じです。これでじゃあまた硬化します。はい、じゃあ続いてこちら、今度 1M、 これはね、白です。マットホワイト、はあ、マットホワイトがこんなにない、よく使うんですね。はい、で今硬化したこのストライプもうこれで十分可愛いんですけど、これね、ミラーパウダーとかを使う時にこう擦ったりするチップなんですけど、これを使います。これでちょうどいいや、少ないので、もうこのまま直接つけます。で、そうしたら、まあ、ちょっとこういうパレットとかでこの色のつき具合をね確認します。はい、じゃあここで調節したら、この上にポンポンとしていきます。足らない。こんな感じでこのストライプの上からあえてモヤモヤを、白のこのモヤモヤっとさせた感じのを入れていきます。そうするとちょっとカジュアルだったストライプがちょっとおしゃれな大人っぽいというか、ちょっとまた違った雰囲気のストライプになります。こんな感じかな。はい、こんな感じです。じゃあこれで硬化していきます。はい、こんな感じになりました。じゃあこれでトップ塗っていきます。繊維が毛が入ってる場合はちゃんと取りましょう。はい、じゃあこれで硬化していきます。はい、こんな感じで完成になります。どうでしょうか。ちょっとね、普通のストライプとはまたちょっと一味違う、ちょっとこじゃれた感じのストライプになりました。乗せてみるとこんな感じです。今回はピンク系でまとめましたが、白系とか透けてる白にマットな白で線を描いたりとか、あとは何、グリーンとか青とかいろんなカラーで試してみてもらえると嬉しいです。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。